だぞ。それではここでこの試合に勝利したサントリーサンバーズ9番大矢正樹選手にお話をお伺いしたいと思います。大矢選手、フルセット大接戦の中での勝利となりました。今のお気持ちいかがでしょうか。そうですね、みんなで最後まで戦う姿を今日はお見せすることができたと思いますので、そこは良かったですけど、まあ、2、3と、自分たちのリズム崩してしまった時に、誰が、引っ張るのかっていうのを自分自身反省しながら4セット目5セット目入れたので、そこは、まあ、試合の中で修正できたのかなと思います。はい、ありがとうございます。今お話にもあった通り、本当にラストのサーブをはじめ気迫のこもったプレーがたくさんでしたが、ご自身のプレーを振り返ってみていかがでしょうか。そうですね、常に最初から最後までこう集中してプレーするっていうことが今日、昨日通して、あまりできていなかったので、自分自身そこは反省して、また来週から戦いたいと思ってます。はい、次の試合も頑張ってください。それでは最後にファンの皆さんに一言お願いいたします。今週も最後まで、応援ありがとうございました。来週からまた、チームは気を引き締めて、試合に臨みたいと思いますので、ファンの皆さんも、最後まで一緒に戦っていきましょう。ありがとうございました。大矢選手、ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。